はい、こんにちは。今日は、今日も、アドリブの、まあ、弾きながら、練習して、まあ、上達していくみたいな感じの、動画にしたいと思います。コードは、前回、やった Dm7、G7C、A7 っていうので、もう同じスケールとコードでやっていこうと思うので、ちょっと前回の動画を参考にしていただいて、コードが Dm7、G7、C、A7 で、スケールが Dm がドリアン、G7 がミクソリディアンか、オルタード、C が C メジャースケール、A7 が A のオルタードスケールと、まあ、こんなスケールでやっていきたいと思います。じゃあ今日は、ちょっと簡単に、いきたいと思うので、まず今日のテーマはフレーズをの長さにフォーカスしてやっていきたいと思います。1,2,3,4 じゃあフレーズを1小節以内でフレーズを終わらすと。4拍以内ぐらいのフレーズ、なので1音2音3音4音とか、こういうふうに短いフレーズを練習します。これはまあアドリブで、音はまあスケールの中で適当に弾くぐらいでいいと思います。じゃあ次は中ぐらいの長さでいきたいので、2小節とか3小節ぐらいのフレーズいきます。 1,2,3,4 2小節3小節ぐらい弾いた後は1小節とか2小節休んであげると、フレージングが、まあ、綺麗に聞こえやすい。これもバランスなので、短いフレーズ弾いても休む、必ず休みを1小節以上取ってあげるようにするといいと思います。次長いフレーズをちょっと弾くっていう感じでいったので、4小節ぐらいちょっとわざと伸ばすようなフレーズをちょっとわざとやってみますね。 1,2,3,4 に、長いフレーズ短いフレーズっていうのを、まず練習して、例えば長いとエネルギーが持続して、短いと、そのパッと終わる感じになるので、こういうのを例えばソロアドリブするときに、最初は短いフレーズから始める、で徐々に長いフレーズに持っていくみたいな展開のさせ方などはよくあると思いますね。アドリブソロを聞いても、その演奏しやすさも、最初からガーっていっぱい弾くと、ずっと弾き続けないといけないっていうので結構難しくなるところなんですけど、最初に短めのフレーズを結構対応していく、まあ、これが正しいってわけじゃないんですけど、その
感覚のバランス感覚としてそういうことを知っておくと、演奏がしやすくなったりすることも多いと思います。こんな感じで徐々に長くしていくと、まあ、演奏が弾きやすくなる感じになったり、展開を構成するのにもいいと思います。はい、どうしても弾き始めるとこう次々と弾き続けないといけなくなると思ってしまったり、やっぱそういう癖になってしまうので、多分ほとんどの人がそうなってしまうので、意識して、フレーズの長さを短くしたり、休符を多く取るようにする、ワンフレーズ終わったら休符を1小節取るとか、そういうのを結構意識することによって、演奏がしやすくなったり、演奏がしやすくなりますね。大体もう演奏がしやすくなるし、周りの人も演奏しやすくなってくると思うので、もうすごく練習の時にこれをやってると、その感覚として、演奏がしやすくなる状態を作りやすくなるので、この練習すごい、大事だと思うので、フレーズの長さを短いフレーズ、中ぐらいのフレーズ、長いフレーズっていう風に、3つぐらいに分けて、これを、意識的に演奏を仕分けることができることを練習しておくと、その、アドリブを演奏しながら、この、アンサンブル上の、なんていうか、休んでる間に演奏者が、他の演奏者が演奏している音を聞くことができるので、その聞いてる音を参考にしながら、そのまた次のフレーズに、のアイデアにしたり、タイムフィーリングをそこでゲットしたりとかできるので、すごいいい練習になると思うので、フレーズの長さを、短めに弾いてたり、長く弾くのを、個別に分けて練習してもらうと、今日いいじゃないかっていう話でした。はい、今日はそんな感じの、動画にして終わりたいと思います。はい。はい、今日あと言うことというと、そうですね。サブチャンネルの方で、即興演奏して、外でキーボード持って行って、外で即興演奏してる、やってるチャンネルがあるので、そちらの方をちょっと今、まだ全然人数少ないんですけど、頑張って1000人ぐらいに持っていきたいなと思ってるので、そちらの方、まあ、好きな方がいたら、登録してほしいのと、こうやってその YouTube を撮るのを習慣化していきたいので、全然完璧じゃない動画だとは思うんですけど、はい、こんな感じで続けていきたいと思います。はい、ありがとうございました。この動画良かったと思った方はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。